アメリカ中西部のシカゴで3月13歳の少年が警察官に撃たれ死亡しました警察が発砲の様子を捉えた映像を公開し波紋が広がっていますシカゴ警察が15日に公開した警察官のボディカメラの映像通報を受けかけつけた警察官が止まれなどと叫びながら現場にいた少年らを追跡します警察官は 少年が手を挙げ振り向いたたた瞬間に発砲し、撃たれた13歳の少年は、撃たれる直前に銃を捨てたと見られていて、遺族らは、警察官の行為が不適切だったと訴えています。アメリカでは、最近も黒人男性が警察官に射殺される事件が起きたばかりで、警察批判が再び高まっています。 警官からすれば、銃を持っている可能性があれば、自分の命に関わるわけですから、ちょっとしたことが発砲につながる心理は理解できます。2月にニューメキシコ州で射殺された警察官の動画も、編集なしですべて見ましたが、一瞬でも被疑者から目を離せば命を奪われます。これがアメリカの銃社会です。今回のケースも走って追いかけたが、 振り向け企業に打たれていた可能性もあるため決して誤った判断ではないと思います相手の年齢が13歳という若さそしてすでに銃を捨てた後だったという点が事態を大きく知っているんでしょうねご視聴本当にありがとうございました